皆さん、こんにちは。ヤングライオンを卒業し、初となる国内武者修行で、プロレスリングノアのリングに上がることとなった大岩良平選手。先日2023年9月3日、清宮海斗選手とのタッグで、ノア初戦を白星で飾りました。しかしながらも、これに苦言を呈したのが、新日本プロレス所属、ザック・セイバージュニア選手でした。今回は、清宮大岩組へ、ザック選手の苦言をご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。2023年 G1 クライマックス最終戦、清宮選手と大岩選手はタッグを組み連戦。日に日に2人の息も合い出し、清宮選手は大岩選手を評価していました。試合後バックステージで、清宮選手は、やっぱいいですね大岩選手、今日もタッグ組んで隣ですごい向上心感じます。プロレスリングの後、新日本プロレス、そして大岩選手本人が良ければ自分と一緒にノアでやってみませんかと、大岩選手をノアにスカウト。言葉一つ一つを噛みしめ、大岩選手が、チャンスくださってありがとうございます。自分も清宮さんと同じ気持ちです。ぜひよろしくお願いしますと、がっちりと握手を交わし、大岩選手のノア参戦武者修行が決まりました。一足早くノアに凱旋した清宮選手は、6人タッグマッチに出場し、 G1 での経験をフルに生かし勝利しました。しかしながら、師である小川義成選手からは、武藤のモノマネワンパターン見ててつまらないと酷評されました。 9.3 での清宮大岩組との対決も、清宮選手より大岩選手に興味を示し、大岩選手の今後のために言うのであれば、清宮選手の言うことは聞かない方がいいとアドバイスし、タッグの解消を提言しました。迎えた 9.3 大阪府エディオンアリーナ大阪第一競技場、後輩に敗戦を喫し、自身も何か変わらなければならないと環境の変化を求め掴んだノア遠征のチャンス。 SNS が発達してる時代、海外に行っても成長過程をファンに見られるため、国内のプロレスファンの前で試合をしてみてもらう道を選んだ大岩選手、今までにない一歩を踏み出したいと語っていました。 G1 クライマックスのシリーズ中にタッグを組んだ経験も大きく、清宮選手の下でプロレスを学び、行けるところまで上り詰め、2人でベルト獲得やノアの全選手と戦って強くなったという自信を持って、新日本に帰りたいと箱舟の DNA を吸収して飛躍することを誓っていました。一方、この試合では、かつてノアで小川選手を支持していたザック選手がノアに帰還、新日本プロレスで誰もが認める一流選手となったザック選手が里帰りして小川選手と約8年ぶりの師弟タッグを結成。ザック選手はこの試合が決まって、ノアで過ごした4年半は私のキャリアだけでなく人生の中で最も重要な期間だった、23歳だった自分をとても親切に扱ってくれたノアには一生感謝し続けるだろう、またノアに戻ることを幸せに、そしてとても自然なことだと感じていると若手時代の留学先への恩義を口にしていました。小川選手との日英テクニシャンタッグについては、小川さんが史上最高のレスラーの一人であるだけでなく、世代を超え常に関連性とインスピレーションを与え続けている最高のプロレスマインドの一人であることは言うまでもない。リング外でも一緒に食事をしたり、日本各地を旅したり、多くのことを学んだ、今年一番試合が楽しみなんだと師匠の前で8年間分の進化を証明するつもりでいました。ザック選手はかつて自身がレスラーとして飛躍のきっかけをつかんだ団体に身を投じる大岩選手に対し、経験を積んだりスタイルを変えたりする時間はないだろう、だが私は大岩がヤングライオンのような振る舞いをやめ、このチャンスを最大限に生かす姿を見に行く、新日本から初めて日本の他団体に派遣されたのだから、彼は業界全体になぜ自分が選ばれたのか証明しなければならないとアドバイスしていました。この日、大岩選手はヤングライオン時代に黒のショートパンツではなく、シルバーを基調としたロングタイツに新コスチュームで入場。ヤングライオンを卒業した新たな姿から、大岩選手の変わりたいという
意志や気合を感じました。まずは清宮選手とザック選手が対面でゴング。2015年11月までノアにいたザック選手と同年12月にデビューした清宮選手はリング上では初対面。清宮選手のリープフロックをくぐりながら足を取る離れ技を見せるザック選手、それに清宮選手もサブミッションで対抗しアームドラッグで放り捨て好勝負を展開。小川選手と大岩選手の対面となると熟達したサブミッションで大岩選手にノアの洗礼を与えていく小川選手。これを清宮選手が救出するも小川&ザック組のラフファイトを交えた巧みな連携の餌食になります。サブミッション地獄に引きずり込まれて抜け出せずにいた清宮選手を大岩選手が救出しようとするも2人がかりで排除されてしまいます。そんな大岩選手の姿を見て奮起した清宮選手はボロボロになりながらも2人を同時にドロップキックで吹き飛ばして雄たけびを上げます。タッチを受けた大岩選手は滞空時間の長いドロップキックで2人を吹っ飛ばし小川選手にサイドスープレックスホールドと連撃。ザック選手のフロントネックロックをスパインバスターで切り返す大暴れを見せ清宮選手につなぎます。終盤には清宮選手と小川選手の対面となりバックドロップを耐え切った清宮選手がドラゴンスクリューからの足4の字固めというパターンに入り、大岩選手のサポートからシャイニングウィザードを叩き込み、カットに来たザック選手には2人で合体ドロップキック。最後は清宮選手が小川選手に変形シャイニングウィザードを叩き込んで3カウントを奪い、結果で成長を証明してみせました。新天地で初戦初勝利という最高のスタートを切った大岩選手は今日から新しいプロレス生活が始まるわけで、その第一歩今日しっかり勝ってこれからも清宮さんと上を目指してこのノアのリングで歩いていきますと初心表明。若き新パートナーに刺激を受けた清宮選手も両兵の頑張りを見ていたらこんなところで負けてられねえなって思いますよ。戦前には小川選手から G1 での戦いぶりをダメ出しされ痛烈な言葉で挑発を受けていましたが、パクリだとかモノマネだとかワンパターンだとか言ってましたけど面白くなかったかもしれないですよ。小川選手からしたら俺の試合面白くなかったかもしれないですけど勝ちましたよ。これで終わりでいいんですか。両兵一歩ずつ俺たちに人生作っていこうと結果で成長を証明し胸を張っていました。一方久々の古巣での試合を終えたザック選手は8年前僕の最後の試合本当に楽しかった、いつも小川さんの試合楽しかった、小川さん56歳なんだけど本当に信じられないぐらい素晴らしい動きをしているし、今日改めて隣に立ってみてやっぱりすごいなと感じた。清宮選手は合宿所時代に面識がある。でもその当時の清宮選手はまだまだ始めたばっかりで入ったばかりの若い選手だったけれども、今日こうして対戦をしてみて未来なんだということが本当によく分かったと潜在能力を認めつつも、テクニックとしてはまだまだだなと思っている厳しい評価も交えつつ笑顔で里帰りの感想を語りました。しかし同じ団体の大岩選手については今のザック選手のスタイル、ノアで学んだこと、ノアがあったから自身の飛躍の経緯を踏まえ、大岩選手もまだ若くてこれからの未来であるとした上で、今日はちょっとがっかりした。彼にとってチャンスなのにこのような試合になってしまった。大岩はチャンスをつかんだが、もっともっと頑張らなくちゃいけない、本当に頑張ってくれ、物足りなさを指摘し、二人に対して言いたいのは周りからすごいチャンスを与えられている状況にあるのかもしれないけど、そこにうぬぼれがあるのかもしれない。二人ともに言えることだけど、今まで僕が教えてもらってきたことを同じように今度は僕が教えていかなくちゃいけないのかなと思っていると若い未来に課題を突きつけ、さらなる成長を促しました。これからノアのリングで様々な選手と戦うこととなる大岩選手、遠征期間が決まっていないとはいえのんびりはしていられません。著しい結果と成長をファンは SNS や現地観戦配信などで常に見ています。大岩選手の環境は厳しいものとなります。現在清宮選手とのタッグでベルトを目指すと言っているものの、小川選手の提言からの
今のタッグがいつまで続くか分かりません。小川教室でプロレスを学んでみてほしいと思う。ファンもいるのではないでしょうか。新日本にいないタイプの選手も多いですから、これから動きやノアのリズムを体感していく中で成長すれば良いと思います。今後ノアでどのような戦いを見せ、一体どう姿を変えていくのでしょうか。大岩選手の成長を見守っていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。今回は清宮大岩組へのザック・セイバージュニア選手の苦言をご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。